平野紫耀の悲願、あと9日の5人の金プリ、海外進出 NG の裏に、会社ビジネス都合、ジュリー社長の選択肢から消えたファン激減問題。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 q n g o ブンスから平野市要26、岸裕太27、神宮寺裕太25が脱退するまであと9日。平野と神宮寺は脱退と同じ5月22日、主演映画の PR を残す岸は今週にジャニーズ事務所からも退場し、金プリは長瀬二24と高橋海斗24の二人ユニットとなる。 退所後3人は海外での活動を目指すとも報じられています。特に平野さんは海外での活動にこだわっていましたからね。ただ、ジャニーズ事務所サイドが金プリの海外活動を許さなかったのは、トラビスジャパン、トラジャの現状を予想していたから、とも見られているんです。芸能プロ関係者。近く目標を失い、今回の決断に至りました。 と、退場の理由を語った平野潮2022年11月、公式サイトでは平野、騎士、人従事の退所理由を、海外での活動をはじめとして、それぞれに目指す方向が異なってきていることも分かってまいりました、と説明。ファンクラブ会員向け動画で平野も、改めて自分の年齢と向き合った時に、 海外で活躍できるグループを目指すというのは、そこにグループのそれぞれの活動方針を踏まえた上で、全力で取り組んだとしても、もう遅いなと感じてしまい、目標を失い、今回の決断に至りました、と語っていた。2022年11月の、週刊文春、文芸春秋、によると、ジャニー北川氏、 去年87の悲願だった海外進出を実現しようと奔走していたのが平野、騎士、神宮寺で世界での活動について取り合ってくれない現社長の藤島ジュリー恵子氏に不満を持っていたという。ジュリー氏はドラマや映画など国内での仕事を重視しており、事務所に残留する長瀬と高橋も同じ考えだったとも報じられている。 しかし、事務所サイドがトラジャの現状を予想していた、とは一体、資格アメリカ留学でタンフリが続出。トラジャは2022年3月からメンバー全員でアメリカらに留学。ダンス大会やオーディション番組での活躍を経て、9月に当地の名門レーベルと契約し、世界デビューを果たした。しかし留学に行った直後からファンが急激に減ってしまったんです。 ファンの心理からすれば当然ですが、近くにいない、活動を目にできない、交流ができないとなったら、別のグループやタレントへと乗り換えたくもなってしまいますからね。ジャニーズファンの間ではタンフリと言われていますが、留学後からトラジャのタンフリをしたという人は多かったんです。また、彼らの留学は当初、無期限と歌われていた。 そこには、結果を残すまで来させないといった事務所サイドの親心があったのかもしれませんが、それもファン離れに拍車をかけたところがありそうです。ファンとしては、ずっとは待っていられないですよね。前での芸能プロ関係者。近く、昔からのファンどんどんキャンフリするの見て悲しいな。ツイッターには、 やっぱりトラジャの曲は全部好きだなってなるけどお金出して応援したいって気持ちはもうない本当にトラジャが心の底から好きだった人ほど何も言わずに気づいた頃には静かにターンフリしてるんだよ。なあトラジャ今後何か打開策を練らないとこのまままずいなとは思う。昔からのファンどんどんターンフリするの見て悲しいな。といったコメントが寄せられている。 四角平野騎士神宮寺は事務所の都合に従わされたのか、前での芸能プロ関係者が続ける。トラジャは留学を経て2022年10月28日にデビューを果たしたわけですが彼らのファンクラブの会員数は今14万6千人ほどだと言われています。 近年デビューしたグループは、最初に爆発的に会員数が増え、一気に50万人近くに達することも少なくありませんが、トラジャはそうではなかった。これも留学が影響したのかもしれません。キンプリも海外に拠点を移すと、 既存のファンが一気に減ってしまう、ジュリー氏を含む事務所上層部は、それを予想して、金プリの海外進出にいい顔をしなかった、ということなのだろうか。デビュー前から嵐のような国民的グループになることを宿命づけられ、事務所の期待を一心に背負った金プリにリスクばかりが、増えファンや会社の売り上げが減ってしまうような選択肢を与えるはずがなかったということでしょう。 経営者目線で考えると当然の選択なのかもしれませんが、平野さん、騎士さん、神牛寺さんの3人にとってみれば、事務所サイドのビジネスの都合に従わされたということにもなりそうで、夢へと最短距離で突き進みたい平野さんたちは退場することを決断したのではないでしょうか。全能。平野、騎士、人牛の脱退まであと9日。 三人は退場後の未来をすでに見据えているのだろうか。近く泣けてくるほどかっこいい、平野市陽騎士ユー神宮寺ユ太タ、脱退組の厳しすぎる密着スリーショットに感動の声。5月22日以降も騎士はレギュラーを務める、VS 魂。 富士テレビ系に変わらず出演すると発表があったが、同日に退場する平野と神宮寺を見る機会はしばらくは減ってしまうのだろうか。